今日からいよいよ DeNA 戦ですけれどもね、うん、まあ、VTR にもありましたが、まあ、得点力不足ではあるんですけど、はい、3勝3敗1引き分けと、まあ、耐えている阪神なんですが、ヤブさんが考える今後の戦いがこちらです。はい、投手陣でしのぎワンチャンスをものにとありますが、はい、この間ね3勝してるんですけど、はい、全部完封勝ちなんですよ。3対0、2対0ですけどね、こういうのはね長続きしないんですよ。確かに、もうピッチャー苦しいですよ、0点0点でいかなきゃ勝てないと思うとね、やっぱり失点するんで、はい、だけど、今はもうしのいでいくしかないので、うんうん、そしてこのワンチャンスっていうのがやっぱりこの森下選手の、そうですね、あのホームランはやっぱりスカッとしましたね、あの投手戦の中で、だってあの1点だけで勝ったからね、あの試合は、まあ、点が取れないときは足を絡めていくか、うん、それともこの長打ですよね、この2つぐらいしかないんですよね。まあ、待望の第1号でしたけれども、96打席目、これはどう見ますか？いや、ちょっと遅いぐらいかなと思いますね。はい、まあ、ファンは本当待望のって感じでしたよね。はい、そして首位阪神は1ゲーム差の2位 DeNA との今日から首位攻防3連戦なんですが、はい、阪神にとって吉兆データです。阪神ホームでは6勝0敗、そして敵地では0勝5敗なんですよね。そして今日からは阪神のホームゲームですから、まあ、いいデータですよね。うんうん、まあ、開幕投手である青柳選手がね、今日帰ってきますから。そうなんですよ。青柳なくしてあれなしですから。あれなしですよ。あれヤギさんとまで言われてましたからね、開幕前ね。青柳投手僕らで言ってるだけか。私で勝手に言ってるだけなんですけどね。そしてこの2戦目の大竹投手とバウアーとの投げ合いもこれも楽しみですね。これは痺れる投手戦になるんじゃないかなというのは予想されますけど、バウアー投手の攻略法っていうのはあるんですか？いや、やっぱりねちょっとねカリカリくるところがあるので、やっぱ嫌がるようなことをやっていけば、なんかチャンスあるんじゃないかなと思って、イライラさせる、そうそうそう、塁に出てね、ちょっとバントの構えしてみたりとか、そうそうそう、嫌ですよね。そして今日は DeNA とで青柳投手です。青柳投手どんなピッチングを期待しますか？いや、もうね、やっぱり勢いで抑えてほしいですよ。はい、細かいコントロールいらないです。ーボールのキレと勢いで、それがもうチーム全体の勢いになる。そうですね、はい、楽しみですね。はい、頑張っていただきましょう。そして今日阪神の先発が青柳投手なんですけど、はい、5月19日の広島戦以来、うん、53日ぶりの一軍登板ですよ。うん、今年開幕投手ですよ、皆さんお分かりかと思いますけれども、2軍で、ね、5試合ぐらい投げて、はい、もうしっかりと自分のボールを、ね、投げれるように戻ってきてますので、はい、今日は、ね、いいピッチングしてくれるんじゃないかなと思いますけど、はい、そして直近今月2日のオリックス戦では5回を無失点で、うん、2軍戦でね、2軍戦では青柳投手を抑えているので、まあ、期待できますよね。そうですよね。普段 その甲子園じゃない場所っていうのはどうなんですか？うん、地方球場でもね、やっぱりマウンドの傾斜があったりだとか、はい、僕は岡山マスカット球場大好きでしたね。あ、そうですか。はい、じゃあその、ね、勢いをそのまま青柳さんにも、ね、そして矢部さん今朝は青柳投手なしではあれなしと、そうです、うん、そういうことです。はい、そういうことです。そういうことですよ。はい、期待したいと思います。いや、楽しみですね。はい。